グレージュホワイトにしていきたいと思います。緑色に変色したりとかするんですよ、毛先の方が。なのでそういう時はどうすればいいのかっていうことなんですけれども、今日はどうしたいですか。どうでしょうか。今日は前髪のガタガタ具合を直してほしいなと。前髪のガタガタを直す。足目のまんまでいいんですけど。はい、足目全部直して、長いところの一番長いところをできれば眉毛にかかるかかからないかぐらいの長さにしてほしいです。はい。で、髪の毛の色はホワイトアッシュかレッドアッシュかにしてほしいです。で、根元暗めで毛先明るめがいいです。皆さん、この今の彼女のベースから2時間以内でブリーチとカラーとカット、皆さんだったらどうするでしょうか。で、ブリーチ1回粉はして、前髪切ったりちょっと少し揃えるぐらいを2時間でやる場合を皆さん想像してみてください。ということで、後でまた、配信できそうだったら配信するんで仕上がり見てみてください。では、はい、グレージュホワイトにしていきたいと思います。で、これをやるにあたって、僕夜のこの撮影の時は1回しかブリッジしないと決めてるんで、1回でじゃあどこまでいけるのかなって感じです。で、ビフォーはこのような感じですね。これからグレージュのホワイト、グレージュホワイトを入れていきたいと思います。ここに層があって、ビフォーの状態がここにブリーチが前に当てられた層と、でその後普通のカラーしているのと、あと毛先に染料がこう残っている状態で、多分毛先はブリーチされてるんではないかなというふうな予測はされます。ただここだけ今、完全にトーンがここだけだいぶ明るくなっちゃってるんで、これを一色に統一させるっていうのはかなり難しいですね。で、そこで通常のパウダーブリーチだけだと、やはりですね、そのティントっていう染料を削ることが非常に難しかったりするんで、ここで裏座をちょっと使うんですけど、で、これでできる範囲のって形になってくるんで、とりあえずやってみましょう。で、これからまだモデルさんが髪を伸ばしていきたいということがあるので、そこはいたわりながらという感じでやりたいと思います。で、まずですね、用意するのがこのリパレットを用意していきます。はい、これは100均で売ってるまな板になりますね。それをこの手で持てる大きさに切り取って、なぜこういう形になってるかっていうと、このまままっすぐでもよかったんですけど、そうすると塗り口のところが狭くなっちゃうと毛が落ちやすくなるんで、ここの幅は広くしてます。で、このままストーンだと手で持てなくなっちゃうんで、僕はちょうど自分の手のサイズに合うようにハサミで切って作ってます。はい、こんな感じです。まあ、このままベサっていっちゃえば一番いいんですけど、もしかしたら、はい、で、ブリーチがこのような感じで抜けました。で、まあ、全然まだね、オレンジ味っていうのが残ってるんですけど、でもかなりですね、いいところまで1回で抜けたのかなと思います。はい、で、ここに